自分が自分らしく、その不安も何もかもいらない。私は自分の思いのありったけをぶつけて生き生きと生きていくんだ、輝くんだ、そう気づきました。日本一の宝石の伝道師いっちゃんです。先日私はある方に宝石をお伝えしました。その方は悩みに悩んでいました。そしてついにお返事が来ました。私はこれまで自分が自分じゃなかった、不安が不安を呼んで自分らしくなくて生き生きとしてなかった。その石を手にした時、そうだこれだ、自分が自分らしく、その不安も何もかもいらない。私は自分の思いのありったけをぶつけて生き生きと生きていくんだ、輝くんだ、そう気づきました。だから私はその宝石持たなきゃと思いました。いろんなものを拭い払って私はその宝石買います。宝石はただその人の背中を後押しするだけではなくて、一緒に輝いてくれます。そしてその方の魅力を自分で確認できる、知覚できるように思いっきり輝きを発信してくれます。自分が自分であるために、そして今まで以上に輝いて生きるために、宝石との出会い、それは輝く自分にブレーキをかけないで、ここからさらに魅力的に輝いてほしい、そのメッセージです。宝石のように輝く自分自身と出会ってください。自分の魅力は自分で確認してください。きっとあなたにも輝く未来が見えてきます。えっちゃんでした。 YouTube を見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録、評価、LINE アットの登録もお願いします。これからバンバンいい情報を発信していきますので、ぜひぜひお楽しみに。